お疲れちゃんスラットです。今日はですね、大人気デッキメガナイト効果やっていきたいと思います。さあこちらね、もうずっともう昔から存在するね、約5、6年ぐらいね、このデッキ残ってるんじゃないかっていう、もうほんと古参デッキの一つなんですけども、まあこちらがね、やっぱ人気なんですよ。なんでか知らない、ウルトラ3枚もあって、まあ、組みやすいわけではないのに、なぜかね、手を出しやすいデッキというか、もうみんな使ってる、なんか日本人に特に人気なデッキの一つかなというわけで、まあ世界今ね、トップ20ぐらいに3人かな、はい、使ってる人がいて、まあギャング強化でちょっと時代が来たのかなっちゅうわけで、はい、やっていこうかなと思います。で、僕別にそんなメガネとか使うわけではないんですけど、この中身は結構好きなんでね、このギャングとかスケバレーとかメガナイトっていうカードは結構好きなんで、まあはい、やっていこうかなと思います。まだメガナイト枯渇ってね、やっぱこうなんだろうな、多分使いやすいんですよ。スケバレ飛ばしてコウモリとか残ったのにね、エディが飛ばして、攻めてきたらメガナイトで踏んでみたら使いやすいんですけど、なんか使いやすい分やっぱ立ち回りのこう幅が広い。そう、メガナイトインドでも攻めれるし、メガナイトコウモリでも攻めれるし、なんだろうな、なんかいろんな攻めパターンが多すぎて、それがちょっとむずいみたいなとこあるんですよね。LSP、この辺に来い。おでかいでかいでかい。やべ。見なかったことにしてください。さあ、めちゃくちゃいらないザップして、さあ、ロイっすね。いや、マジ、このロイ、さっきまだったんですよ。さっき元キックスのプロのオニオンのロイと当たったんですけど、マジきつくて、いやロイばっかやんと思いながら、ロイです。はい、インドラ優秀っすね。これインドラ相手処理できるのがあんまないんで、こういうのつなげてあげたいっすね。LSP さえたらなんならコウモリ追加までしてもいい気がする。 LSP からか、あ、うまい。そう、でも LSP 使ったらリストがあります、あなた。はい、さあってことで1本折りました、1本折りましたが、この後のロイが止まりません。 LSP でコウモリ行かれて、ギャングでウッド行かれてみたいなになるんで、コースト溜まってくれるのは助かるですね、これ。さあ、で端前なんか基本的に槍ゴブとかはね、こうチク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 しておけばいいと思います。相手諦めた、もしかして。で、全然そっからまだまくれるぞ。さあ、諦めてくれたのは、さあ、ありがたいね。まあ、ロイ J かな、やっぱ一番きついレベルで、何言ったの時に、まあ、どうなんだ、ロイ、まあ、高回転ロイね、マザネク系は、ちょっと厄介かなと思うんですけども、まあ、そういう相手もやっぱインドラがね、はい、今の試合見てた通り、きついと思うので、なんかメガナイトインドを組むっていうのがね、結構大事になってくるっすね。ロイじゃ多いな。結局、いつの時代も強いんですよ、ロイが。そう。で、まあ、メガナイトカツも、きついデッキやっぱいっぱいあります。はい。まあ、代表デッキがエリゴレとかかな。エリゴレはね、まじで引いたらあかんデッキっすね。さあ、LSP もちょっといるか。おや？もしかして、もしかしてだけどってやつ、これ。そんなことある？そんなことある？さあ、これもでも、大事なのは、インドラっすね。さあ、ザップで、ちょっとダメージ稼いでいく。いや、マジ、このハンター、許容でもよかったかな。さあ、まあ、とりあえず適当に守って、これ、コウモリもったいないんで、っていう、ドケチ精神でスケバレ追加ですね。はい。やっぱね、こう、メガナイト枯渇とか、だと特にね、なんか、上手い人らね、いやらしいんすよ。立ち回りが。なんか、槍ゴブがちょっと残っただけでディガーつなげてきたら、ディガーも対応しないといけないし、槍ゴブも対応しないといけないでしょみたいな。で、メガナイトの後ろになんかインドラは来るわ、コウモリも来るわみたいな。やっぱね、ちま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 した、あのいやらしい攻めがね、やっぱ強いんですよね。さあ、これはちょっと甘えてる気がしますね。
だってインノラで焦がしてくださいって感じなので、さあメガナイト雷打たれちゃったんですけど、さあこの辺からはもう両サイパキパキやっちゃいたいですね。これもアーティスト捨ててくると思うんで、そうですね、よいしょ、しっかり攻めて両サイド狙っていきたいですね。さあこのインドラが事故れば熱いが、 LSP がめっちゃ、お LSP がなんか思ってた違うルート通ったっすね今。まさかのコウモリが受け取ってくれたっすね。さあインドラぶっ刺さってやばくない、これしかおらんやんっていう話なんですけど、まあ結局インドラっすね。やっぱインドラが相手きついので、低めインドラ、まあハンターには低めインドラ、まあ何でもいい、何でも相手のユニットに対して低めインドラ合わすのが大事っすね。まあそれまではなんかちまちま攻めます。なんかやっぱインドラが結構重要な位置にいると思うんで、とりあえずパーって裂くと良くないかもしれない。基本的にやっぱこう基本的にこう相手のユニットに対してインドラを合わせたいですね。それまではまあ端前やりごぶとかスケバレーとかディガーとかでちまちま回して、相手がユニット出してきたらそれに対してインドラを合わせる、まあ延命せっかくならしたいみたいな。さあやりごぶりんが優秀ですよと。まあやなめならファイボーも入ってるスケラとかかな。ああ違いました。まあでもこれヤナーメもフリーズも使ったらさ、このちっこいのうざいやろっていう、あこれスケバリ逆っすね、やっぱそんな気がしたんですけど、まあどうだろう、逆の方が良かったんじゃないかっていう。おさあとりあえずザップ打ったらダメージ入りましたね。ヤナーメフリーズか、いやこういうのもね、もうちょっかいちょっかいちょっかい一生ちまちまやんのよ。いやこのやりごぶでさえ嬉しい。さあで同サイドか、まあこのね結構両サイ振っていくイメージを持ってもいいと思うんですね。後ろからユニット固められるのが結構苦しいので、さあでまあヤナーメもあるのでなんならスケバレまで追加してあげて、さあうざいぞこれ、うざいぞ、何で守る、守らない、天才か。さあこういうの全部イントラでここします。イントラ強いですね。でさあこれはまあインドラやられちゃうんですけど、それぐらいはええやろ。さあでヤナーメも使ったのでみたいな、で左攻めたと思ったら今度は右も行っちゃうみたいな、もううざいぞこれ、さあうざいぞ。でこれはザップっすね。はい、で分かんなかったらというか暇だったらとりあえずこうセパとかして、なんかねセパとかして、うん行っちゃうよみたいなもあり。さあもうめっちゃ行く、メガナイトはね、まあ出すっちゃ出すかもですけどね、なんかこうもうなんか両サイ触れまくりそうならね出す必要もないみたいな。さあこれちょっとやばいか、あれやばい急に、あやばい危ない危ない、汗。さあ6、ちょっと気を抜きましたか、ね、いや危ないですね。なんかスケキンのねソウルコールがめちゃ範囲広いんでね、やっぱザップだけだと危なかったですね。なんかもっと楽に守らそうな気もしたんですけど、フリーズに焦りましたね。まあゆたりぐらいはねなんとかなります。さ、まあ、両サイポキポキいっときたいですね。ギャング強化されただけで結構増えてますからね。暇なのでディガー。あ、でもどうなんだ、メガネ多分ね、人によってはめっちゃ出すプレイヤーもいるかもしんない。まあ、今回出しちゃうか。さて、エレスピダクプリはロイか、ディガロケっすね。まあ、ディガロケだったらいいなーっていう。インフェ違いました、ロイスね。合う、しかも良くないロイ。あこれはザップでマザネクサヨナラしときましょう。おなんだろ、一発でかっ。さあこれで一発入ってくれるはラッキーですね。いやこれがきついんですよ、だからこれですね。でこういうのに、まあ、ディガーでもよかったかな。あーディガー
早めに出しておけばこれウッド使ってたんでワンチャン事故らせれましたね。まあちょっとアナハンター入るのかな、入んねえ、なんか変なディガーしたマジ見てわかる変なディガーした。さあマザニクエレスピュットロイカ、まあ、これはね正直言うと 100-0 レベルだと思ってます。うん、俺だったら、俺がロイだったらロイで一回も攻めずに一生マザニクで持って勝ち格まで持っていけると思うんですけど、まあ、今回の相手はめっちゃ攻めてくれるねタイプなのでありがたいですね。これやっぱロイジャイのね上手い人たちってね攻めないっすね。やっぱやべえ杖いて、なんか攻め下手っすねちょっと。まあインドラがやっぱ最強なのには間違いないので、まあ、あんま攻めすぎてちょっとマザネクイね回収されちゃうんで気ぃつけなきゃいけない。あ、ダクプリお願い、早くこっち来て。あんまり端まで戦いたくないっすもん。まあ、この子だけは処理しなきゃマジでやばいんで、さあまあでもインドラが強いですね。まあリセットされちょっと危ないかこれ。いや残ってくれるだけで話は変わります。コウモリ追加まで行きたいけど、いやー豚が豚が強い豚が強い、いやー待って416やばいな。負けるっす。お、なんとまさかまさかまさかそんなことある。足場インドたまに届くっていういやマジだってロイしかおらん、やばいよねマジでやばいね。あ、一回スキルゴットか。いやこういうロイはね多分メガネとかつマジできついと思いますね。いやいやマジでやばい、偏りすぎだろ環境いやマジこれ見るとメガネとかつ辛いかもしんないんですけども、こんなロイ当たんねえから普通は、環境がやばいっすね。まあとりあえずねちまちまやってコツは低めインドラからのメガナイト踏みですね。まあ、メガナイト踏み大事っすよね。さあ着衣取れなさそう。うん、他ザップぐらい打った方がいいかもしれない。消えられそう。ああ、普通に打った方がよかったっすね。いやん。さあ着衣大砲なので、まあ、ホグかロイホグかみたいな相手俺んで気づいてるっすね。さあ、まあ、これキングギドを多分したいと思うんですよ絶対。まあ、これあれっすね、もうインドラつければ大事ですよ。メガナイトの後ろのインドラまで最強と思ってください。メガナイトインド最強です。はい、まあ、着衣がちょっと嫌っすね。インドラが事故れる。いやこれザップってもうちょいダメージ出してもよかったんですけど出たっすね十分で。ここはあ、着衣クローク使ったっすね。間に合う。さあザップで耐える。危ない。さあ着衣ロイフグ、いやーこのロイフグにメガナイトが間に合っちゃうんだな、強すぎ。さあ諦めましたね相手も。そのメガナイトの後ろにマジインドラつけるだけ
インドラつけるだけっすね。まあ相手に、なんだろうな、インドラに対して例えばめっちゃ強い、うん、エレキ、マイティエレキとか、なんかそういうカードがあって、行っても結局リセットされてカウンターが受けるよなみたいなことがあったら行かない方がいいですけど、まあそれこそね、後ろにはコウモリとかヤリゴブとか選べるんでね、メガナイトの攻撃は自分で。基本的にはメガナイトインドがリソース。さあ10勝をメガナイトインドで、そこに対してやっぱコウモリとか来るので、ヤリゴブ追加、コウモリ追加、ザップ構えるかな。まあ基本的にメガナイトインド、あとは一生チクチク、それしてるだけですからね今んとこ。ディガー飛ばして、まあユニット次第ではインドラからのメガナイト踏みで、これ暇なんでザップでダメージ稼ぐでしょ。待ってるっす、これ端前スケバレよりはあれかもね、コウモリからのの方がいいかも。なんか待ってるんでトルネ持ちとかの可能性が高いんでね、重量級とかだと。さあこれコウモリもいるので、さあ近畿道もしづらいよと。でさあここはメガナイトで回収して、エレキをこれで回収できるんで、ここのインドラが強いですね。ザップ打っていいですね。スケラフィーズかなこれ。このインドラめっちゃきついぞ、めっちゃきついっすよね。なんならちょっとキング起動誘いながらやばいよね、もうメガナイトデッキじゃねえもん、インドラデッキっすよ。インドラ枯渇、いかにインドラをさせるか。終わりましたね。さあ強いインドラ、インド出すだけでなんとかなるっすね。アバムゲインドラゲー、あでもエレキがいたんでこれ高めインド出しても良くないですねっていう話ですね。そのしっかり相手のユニットを覚えておかないといけないですね。エレキとか特に大事ですね。ライドルとか持ってたら逆サイド行くのが一番いいですね。両サイ振りまくる。でこれはエレキいるんですけど、結局これ相手陣地だと踏めるんで、でリセットしてあげて、リセットしてあげて、さあこれでカウンターですね。まあどっち行ってもいいと思うんですけど、これはもうキングでも、まあまあ、さあヤリゴブリンがいい味出してる、スケルトンも入ってる、インドラがビビドラを焦がす、ビーム残ってるな。さあスケラフリーズか、まあ端前これ止めてあげりゃ余裕ですね。この残り物のヤリゴブで、なんかザップすらいらんかったな。はい、いいね、端前しっかり止めつつ、よいしょ、ちっこいのがやっぱ無限回るんでね。さあそのトルネだと落ちそうだけど、いやいいね。だからあんまだからケツメガナイトは僕はしないっすね。ケツメガナイトするぐらいなら逆サイ結構プレッシャー与えて遅れてインドラ回収とかの方が多いかな。やっぱ立ち回り無限すぎて、まあ僕から言えることはとりあえずメガナイトインドラは最強っていうのを覚えててほしいですね本当にただそれだけっすね。相手のユニットに効くメインドラでメガナイトで踏む、はい、シンプル。さあここ勝てば 12-0 トッポ、トッポよりもポッキー派ではある。さあスケバレ飛ばしてもいいんだけど、キング起動されるの嫌だなって思いながら一旦コウモリセパから入っちゃう。おいボーラ出てくんのかい。いやこのコウモリを生かすのが大事、これめっちゃケチじゃない。いやもうこのケチが結構いい感じになるんですよ。さあもうこれどっちをしばっかなんですけど、まあスケジンしばっか、エレキはいないです、よかった。さあ囲んであげて、
いやー痛いなー、ちょっと痛いなー、痛いなー、結構痛いなー。さあまあでもこれ大胆デッキで大体分かりましたね。スケキンボーラーでトルネが入ってるんで、これもおそらくさっきみたいなアイスイズインドのスケラフリーズ的なやつだと思いますね。インドがなければ美味しいな。でスケラにはウッド系が多分ないので、トルネも咲いてて、これまあアイスがいいんだから、あこれビビなのでタゲ取りに行きます。さあ、いいよいいよ、でかいよでかいよでかいよ。であとはまあここインドラでもいいんだけど、インドラを出すほどでもないのかなっていう。でも暇だな、出せばよかったな。なんか溶け込んじゃった。さあでしっかりもう両サイゴリゴリいって、一生俺のペースですね、理想は。インドラ来るよな、それ。さあでトルネードも使わせて、まあ、ベビドラが多分手前目に来るので、手前目のベビドラをタゲ取りたい。あーザップ使ってたな。で右行くとカウンターがやっぱ怖いので、左目に8枚止める。でスケラは後からギャングで最強、フリーズ来たら一応ザップぐらい。さあインドラにギャング、これいっぱい対応しないといけないぞ、むずいぞ相手。いやマジでこれまあ相性がさすがに良すぎるか、ちょっと痛いのかな。うん、まあフリーズ来たらザップ打てばいいだけなんで、インドラでも来るの分かっちゃうですね。でさトレンドが来てもいいように、一気をつけてやりゴムを出して、さあ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 、いやさすがこれもう無理っすね。うん、余裕があるんでちょっと待って、コス使って、さあさあさあ今度はこっち、おいさあ、ああ右ゴールちゃうっていう、まあこれはもう 100-0 ですね。メガネンドコカツを使う上ではこのスケラフリース系にはやっぱ勝たなきゃねということで圧勝でした。まあ、刺さればね、これぐらいこう結構楽に勝てるんで、もうしかも右行って左行ってこうなんかね揺さぶってる感じがねやっぱ楽しいですし、まあ、このメガナイトカツのね強みなのかなということで、皆さんもぜひね、いやマジでなすげえ謎に人気なんですよねこれ、使ってみてくださいぜひ、はい、ということで終わります。ということでチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。